そう考んで、なんえかると。こう健康で居続けるために、じゃあオーガニックとかなんか言ってもお金が確かに。もう本当に無限に必要になっちゃうっていうか、そうだよね。そうなんですよね。体のためにって言って、うそのん、いいものとか、はい、サプリメント取ったりとか、はい、栄養取ったりとかすると。ねえ、お金がどんどんかかっちゃったりして、ねえ、だから一般的には、はそういったい、いいものを、はい、できるだけ毎日食べてもらいたいっていうことで、値段設定も、はい、まあ、なるべくね、そうですね、リーズナブルな方に寄原せ価考て、えて、はリーズナい、ブルにしてるもんね。はい、まあ毎日というか、まあ、もちろん毎日来ていただいたらもう本当感謝感謝なんですけれども、まあ日頃パン食必ず毎朝パンですとか、お昼朝パンですっていう方が、まあ、少しでもそのこうパンを国産小麦に切り替えたりとか、トランス脂肪酸フリーのパンに切り替えることによって、なんかこう少しでもこう違うものがあるんじゃないかなと思っているんですよね。あ、ありがとうございます。ウェブいただきました。そうなんですよ。なんで、まあ、毎日パンは逆に私はあんまり良くないんじゃないかななんて思ってて、いや、そのやっぱ日本人に小麦の食生活ってそんなに向いていないのかなとかも思ったりとなるかほしてど、て、すごいね。それパン屋さんが言うのはそうなんですすよごいね。ね。なんかおいおいって感じなんですけども、いや、ジャム毎ネイ的日にではね。も毎日でも食べれるわ、これが本当に幸せだわっていう方も、もちろんぜひ食べて、いただいて、少しでも何かいいものを役立てればなと思いつつ、パンとご飯とバランスよくとってますっていうのもありですし、ただなんかこう本当トランス脂肪酸まみれだったり、もう砂糖まみれだったり、そのもう精製した砂糖まみれだったりとか、何が？あ、パンパがでンすがね、ね。そうです一ね、般的一な般的パな、ンね。そうです、そうです。で、例えばね、固形油脂をパンに練り込んで美味しい、パンをって言っても、結局中身はバターじゃなかったりとか、その今すごい技術が発達して、もうすごいバターのような味のするショートニングとかすごいいろいろあるんですよね。へえ、あ、でも昨日見たわ。液体舐めると、そのもう食品の味がする液体開発さ。まあでも本当舌ってそんなになんか精度高くないっていうか、その目閉じれば何かわからないってよく言うじゃないですか。そうなので、簡単に騙せてしまうところもあると言いますか。なので、まあちょっとでも今、あれ、このパンどうなんだろうみたいな、パンが、それが例えば100円だったとしたら、ちょっとうちの100円のパンに切り替えたら、なんか未来が変わるかもしれないななんて思ったりしているので、国産小麦とトランス脂肪酸フリーとか、その他精製されてない砂糖だとか、美味しいお塩だとかにこだわって、パンを作っています。でもごは飯い、が一番好きなんで、ご飯は大好きですジャムね。ネー的には。パンも好きですけど、まあご飯も揺るがないぐらい好きで、はい。 そうです森ね、川さんが一パンさんのお値段は良心的ですって。ありがとうございます。そう感じていただいて、少しでもねえ、今コロナ禍とかで本当に経済的に余裕がないと言いますか、いや、本当余裕ある方にとっては本当逆失礼なんですけど、まあ、ちょっとね、こう将来見据えて、お財布の紐をちょっと気持ちこう締めがちな時代じゃないですか。ね、少しでもなんかこう幸せな、この食べるっていうところで、こう気持ちよくあれもこれもそれもってこう選んでもらえたら嬉しいななんて思ってるんですよね。なるほどね。ただまあ小麦の値上げが相当来てるみたいですね。あ、それはもう外国産、国産問わず。そうですね。もう外国産は特に、まあ、国産も引っ張られて値上げ来たんですけども、外国産の方はどれぐらい上がったんだっけ？いや、もう13年ぶりの大幅値上げで19%アップなんで、いや、相当19%。上がってますよ。前回の価格改定、あ、価格、政府の売り渡し価格から19%だけほほほ。じゃアップ100円だっで、たのが119円になってるってこと。そうですね、大体影響的には
どれくらいだろうな、一斤の食パンがだいたい5、6円アップぐらいなのかな、このケースだと。原価でってこと？原価で、いや、売り値でってことか。ぐらいかな、この感覚だとですね。ちょっとあの小麦だけじゃない、もう皆さんね、車乗られる方はガソリンが上がってるななんてこと、あ、ガソリン価格上がってるね、はい、感じている方も多いと思うんですが、小麦だけじゃないんですよね。うちに韓国来たのは、ツナとか、お肉、ミンチ肉、カレーに入れてるんですけど、うん、なんかそういうのとかも引っ張られて値上げとか。でもまだマシ、なんかあんまり一パンさんはないですね、まだマシですねとか言われて、まあホッとしてるじゃないんですけど、まあ、結局はもう値段上がってるんで全体的に、はいはいはい、これがだいたい年明け2月ぐらいからの影響に、市場ね、影響になってくるのかななんて思うんですけど、そうなんですよ、輸送費がね本当に上がってるんですよね。だからまあね、なんとかあの価格売り、ね、維持したいなって、維持するつもりで今気持ちは固めているんですけれども、まあでも結局ね、ほとんど利益が出ない、じゃあちょっと経営の、ね、こう継続できないので、したくないなと思っているのが現状でございますね。ちょっとお店から猫ちゃんが徐々に減っていったら、そこは経費削減してるということですかね。やだ、結構それ寂しいですね。どうする、ヒトパンのアカウントでメルカリで猫ちゃん売られてた、やだやだ厳しいんだなって思いますね。それはもうそれ売るほどなんか相当じゃないですかね。そうだね。いやでもね、なんていうか今なんだっけ、コロナもだいぶ落ち着いて、ようやくいろいろね、出たいところに出れるように、あ、そうだね、外に出れるようになったもんね、なってって言っても、なんかこうね、緊急事態宣言下のような気持ちで、あの、まあ、あの油断せずみたいな感じでは、マスク着用は必須みたいなのは変わらずだもんね、ある状況ではありますけどね。いやでも結構なんていうか、日本経済大丈夫って私思うんですよ。おいや、なんかちょっとそんな政治、あ、ちょっとぐらい上げても大丈夫ですよ。森川さんがちょっとぐらい上げても大丈夫です。うちからありがとうございます。嬉しいですね。ね、まあちょっとコンセプトとかこうねあるんでね。まあこれはもうちょっと上げなきゃ無理だなって思った時は、ちょっとぐらいちょっと気持ちね上げるかもしれないですけどもね。極力上げないですね。なんかこのすごくこう不景気って言ったらなんかね、嫌なあれですけど、響きですけど、まあお給料がそんなに上がらずで、ガソリンが上がってとか、いや、なんか今結構厳しいですよね。まあそうだね、確かにガソリンとか、まあ、生活必需品の値段がどうしても原油価格上がったら上がっちゃうもんね。そうなんですよね、なんかもう贅沢なんかするとちょっとこう逆になんか気持ちが不安になるじゃないけど、あ、確かにコロナ明けてちょっと遠出したいとかね、あの生活にゆとり持たせたいみたいな、はい、ね、豊かにしたいっていう気持ちもありつつ、でもお給料は、はい、市場はそんなに動いてないから、今まで活発じゃないから、ね、お給料どうしても上がんないしな。そうなんですよね、まあ、こんな暗い話はねちょっとあんまりしたくない。キッシンダーに頑張ってもらうしかない。キッシンダーって何？あ、岸田総理？あー、キッシンダーって言われてるんだ。キッシンダーって言われてない。そうなんですね、なんか面白いですね。菅総理の時はガースーとか言われてましたよね。みんなもトップに立ったらあだ名になっちゃうっていう、安倍ちゃんはなんて言われた？安倍ちゃんは、なんだろう、安倍ちゃん、わかんない、安倍総理安倍氏、安倍氏、何それ知らない。でもこんな時でもこんな時だからこそこうね、明るくドパン工房は本当に明るく元気にやっていきたいと思います。はい、そうね、森川さんがアハハって、アハハハ、本当ですね。それ何の話これ、もう大統領の何、総理のあだ名の話じゃない。